はい、動画をご覧の皆さんこんにちは。いつも YouTube チャンネルをご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2022年10月の27日木曜日、現在時刻が17時19分です。本日も金融経済世界情勢について語っていきたいと思います。それでは今日のマーケットを見ていきたいと思いますが、まず本日の東京株式市場、日経平均株価4日ぶりに反落いたしました。日経平均株価今日は86円安でした。 0.32% の下落、終値は 27,345 円で取引を終えました。トピックスも反落です。 12.65 ポイント下がりました。 0.66% の下落。マザーズ総合指数ですが、こちらは 0.50 ポイント 0.07% と小幅ではあるんですが下落いたしました。27日の東京株式市場、日経平均株価4日ぶりの反落となりました。前日のアメリカ株式市場でナスダック総合指数が安くなったこと、そして為替の方が円安ドル高の流れが一服してですね、今日は円の買い戻しが起きているというところですね。こういうこともありまして、運用リスクを回避する目的の売りが優勢となりました。またアメリカの長期金利ですけれども、こちらは低下を背景としたグロース株ですね、の買い欲はですね依然として強いというところもありまして、日経平均を、ね、下支えいたしました。東京外国為替市場ですけれども、1ドルがですね145円の前半まで円高ドル安が進みましたね。まあ、これによってですね輸出関連銘柄トヨタなどの、ね、主力銘柄に売りが出たというところですね。でまたアメリカの定期金利がね、こちらが下落しているということもありまして、銀行株などが軟調でした。ただ日経平均はですね足元で上昇基調にあったためですね、利益確定のリープスもね出やすい水準であったというところでございます。本日の東証プライムですけれども、値下がり銘柄数が1273と全体の7割が値下がりいたしました。値上がりは484銘柄、変わらずは80銘柄という本日の東京株式市場、日経平均株価でした。昨夜のですねアメリカ株式市場ですが、閉まった後ですね、日本時間になりますと今朝になりますけれども、フェイスブックですね、旧フェイスブックメタが決算発表をいたしました。今アメリカは大手のね、決算企業がね、大手の会社の決算企業が相次いでおりまして、GAFA もですね、中心に決算が行われているんですけども、こちらのメタの決算がですね、非常に、内容がですね悪かったということもあってですね、時間外ですね、旧フェイスブックメタですね、株価が大幅に下落しております。こういう流れもあってですね、まず昨夜のアメリカ株式市場なんですけど、ニューヨークではね2ドル高と小幅に上昇いたしました。 0.1% の上昇だったんですけども、ナスダック総合指数はですね228ポイント 2.04% の下落でした。その後ですね閉まった後、旧フェイスブックメタの決算発表があったというところがありますね。昨日はですね、アルファベット、グーグルの決算発表がありまして、こちらもですね、企業の業績がですね、芳しくないというところで、マイクロソフトもあったんですけどもね、GAFAMの決算が相次いでいるんですけども、こちらがですね、なかなか景気減速をね、匂わせるんではないかというこのね、大手企業のね、決算発表なんですけども、まず本日、今朝発表されましたメタですね、7月から9月の純利益が半減ということでですね、今日アフターの価格、アフターでですね株価がなんと 20% ね、メタね、大暴落いたしましたね。もうメタメタな状態だったんですけども、 Facebook の親会社メタプラットフォームズですけれども、本日ね発表された2022年の7月から9月期第3四半期の決算ですけども、純利益が前年同期比 49% 減ということですね。で44億ドルと市場の予想を、ね、下回りました。でメタの株価ですけれども、時間外取引でですね急落ということですね、20% 超える急落になりました。世界経済の、ね、懸念を背景とにメタの広告事業が、ね、逆風になっているということですね。こちらがコスト削減が急がれているというところでございます。メタですけれども、10月から12月期の売上高は300億から325億ドル、約4兆3700億円、4兆7000億円になりそうだという見通しを示したんですけども、第4四半期ですね、10月から12月期もこのアナリストの予想の、ね、平均値の、ね、下限付近だったということでですね、厳しい状況となっておりますね。
メタの株価ですけれども、年初と比べるとですね、実に下落幅が 61% になっているということですね。特にハイテク株が多いナスダック総合指数が、大体 30% 下落しているんですが、メタに関しましては 60% 以上の下落ということでですね、非常に厳しい、状況となっておりますね。でバンクオブアメリカですけれども、メタの投資判断はですね、中立に引き下げているというところですね。また来年もですね、107億ドルが見込まれるこのメタバースですね、メタバースへの投資が引き続き株価の重荷になると予想しているということですね。名前をフェイスブックからですね、メタに変えたわけで、この、メタバース関連のですね、投資、今後の将来性を見込んでですね、創業者のマック・ザッカーバーグ CEO ですけどもね、見込んでるんですけども、なかなかまだですね、このメタバースに関しましてはですね、まだちょっとね、まだビジョンが見えにくいというところもあってですね、非常に今厳しい状況になっていますね、旧フェイスブックでございます。これ同様にですね、アルファベットですね、アルファベットは Google の親会社ですけれども、アルファベットもね、昨日発表された決算がね、非常に内容がですね、市場予想より悪かったというところもあってですね、広告、アルファベットもですね、広告事業、この YouTube もね、もちろんこの広告事業なんですけども、ここら辺がですね、落ち込んでるというところですね。今ね、動画では TikTok などがこう伸びてきているんですけどもね、こちら YouTube もね、TikTok などに押されているというところもあるのかもしれませんけれどもね、非常にこの企業が決算の、発表ね、厳しい状況が続いております。で明日はですね、注目のアップル、そしてアマゾンがね、決算発表があります。そうですね、このアップル、アマゾン、アップルは小売業、アップルじゃないけど、アマゾンは小売業になりますので、ちょっとですね、今までのグーグルや、メタ、広告業とは違いますし、アップルもですね、売上高、業績的にはですね、ちょっと伸びもね、あまり以前のような期待はできないかもしれないんですけれども、比較的ですね、ガーファムの中ではアップル、アマゾンはですね、まだ比較的、期待はされる業種ではないかな、会社ではないかなと思いますのでね、まず明日の決算ですね、注目でございます。それではですね、17時26分現在ですが、為替を見ていきたいと思いますが、ドル円ですね、今145円と60銭ですね、急激な円高ドル安となっております。ユーロは146円と60銭ということですね。対ドル、円が対ドルに対してですけども、2週間半ぶりの、高値ということで、持ち高調整の動きでね、今145円の前半までね、ドルが、売られる場面がありましたね。日銀のですね、為替介入などもあったんですけれども、その、水準ぐらいまで、ドルが、売られているというところでですね、この、動きですけれども、一旦のですね、利上げペースの鈍化ということもですね、想定されますので、ドルが売られるのもこれもですね、ここまで、急激に駆け上ってきましたので逆戻しもありでしょうし、そういう地合い的なものもですね、ドルしばらくですね、ちょっとまた売られやすい傾向になる可能性もあるかなと思いますが、それでもですね、日米の金利差を考えるとですね、ドル高ということも考えられますので、まだまだこの動きですね、ちょっと様子を、為替の方は特にボラティが激しいですよね、様子をしっかり見ていく必要があるんじゃないかなと思います。それでは17時27分現在ですが、仮想通貨市場を見ていきたいと思いますが、今ビットコインですね、2万と740ドルです。昨日と比べると 2.06% の上昇、イーサリアム1557ドルということですね。今日は、仮想通貨市場はですね、昨日から堅調に動いておりまして、昨夜のアメリカ株式市場、そして本日の東京株式市場とですね、アメリカ株式市場はナスダックが弱くというところもありましたし、東京株式市場はですね、下落したんですが、仮想通貨市場はですね、堅調に動いておりますね。ビットコインですが、円建てで見ていきますと、今302万2000円とですね、BTC、円建てでは300万円を回復いたしました。イーサリアム22万7000円ですね。今日はですね、多くの銘柄が上昇しているというところがありますね。バイナンスコイン、リップル、ソラーナ、ポルカドットですね。で同時コイン上昇してますね。同時コインですけども、イーロン・マスク CEO のですね、テスラの、イーロン・マスクさんのですね、ツイッター買収の関連の思惑で同時コインは大幅高になりますよね。で仮想通貨市場全体の時価総額ですが、こちらも1兆ドルの大台を回復いたしました。
ここのところのですね、ちょっとて、金利の利上げペースの鈍化報道なども、鈍化の、ね、可能性があるという報道などもありですね、マーケットの、ね、あの巻き戻しになっているんですが、まあ、特に仮想通貨市場がですね、大きく、ね、戻しておりますね。アメリカの企業の、ね、決算表がちょっと悪いというところもあったので、ナスダックが動きが芳しくないんですけども、仮想通貨市場は強いというところもありますので、どうでしょう、ちょっと相関関係がですね、少し外れてくる可能性もあるかなという気はしております。現在の仮想通貨市場の状況でございました。それではですね、アメリカの10年債国債長期金利を見ていきたいと思いますが、現在ですが10年債の長期金利利回り 4.051% ですね、 4% の前半、まあ、昨日と比べてあまり動きはないというところであるんですけどもね、そういうふうな現在のマーケットの状況でございます。さあ、いよいよですね、まあ、10月も今日は27日ということで、明日は金曜日、そして、まあ、31日が月曜日になるわけなんですけども、まあ、来月入りますとですね、2日ですね、11月の2日にはですね、注目の、ね、FOMC があります。政策金利の、ね、発表が、ね、ありますので、ここに向けてですね、この後の、まあ、ちょっと、ね、動きづらい状況であると思うんですけども、まあ、現在の、ね、足元、そういうところを見ながらというところになっていくと思いますね。でまた来月、今月の、ね、10月の CPI、まあ、雇用統計もそうですけどね、 CPI の発表などもありますので、まあ、ここでですね、 CPI の発表がインフレがですね、ピークアウトするような数字が出ればですね、マーケットのですね、また大きな巻き返しになるかなと思いますのでですね、これから出てくる指標、まあ、まず明日のですね、Apple、そして Amazon ですね、こちらの決算発表が注目でございます。はい、以上本日は2022年10月の27日木曜日、金融経済世界情勢について語ってみたでございました。それではこの動画が良かったと思う方、チャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。今北部九州はちょうど日没ですね。17時31分現在、現在の、北部九州の明るさですけども、こういう感じですか。そうですね、こういうこれだと真っ暗すぎますか、こういう感じですね。今日はですね、非常に天気もよく穏やかですね。夕日が今ちょうど沈んだところですね。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。